どうも皆さんこんにちは。カップ焼きそばを食べ終わった後に結局誰も食わない、そこに溜まった火薬のカスです。今回ですね、とある視聴者さんがなんか僕が出てるノベルゲームなのかな、なんか作ってくれたっぽいので、今回はそれをちょっとやっていきたいと思います。はい、正直言うと感謝と不安の中間もうなんかよくわからない感情になってるんですけど、こちらですね、もうダウンロードはしておきました。もし変人の集う FOS に青春恋愛のタグを加えたらっていう、なんかすっごいラノベ感があるタイトルだけど、やっていきたいと思います。これ詳細をして、で、作品説明でなんかこう、僕たちのなんか説明を書いてくれてるんですかね。とりあえず、初めからやっていきたいと思います。もし、変人の集う FOS、はい、早い。早い。ワーニングだろうね。なんか大体やばいもん作るもんね。なんか、よく言われてるけど、なんか僕たちの動画を見てる人たちってなんか全員頭おかしいみたいな、なんかそういうところあるんですよ。なんかコメント欄とか見てもやばい人しかいねえなって思うんで、ワーニング、このゲームにはショックの強い表現が含まれていますだよねこれノベルゲームだろ苦手な方、心臓の弱い方はプレイを控えください。はい、このノベルゲームは FOS という実況者の一人のリクエストに作られたノベルゲームです。あ、え、まあ多分俺じゃないけど、多分誰か作ったのかな、わかんないけど、誰かがなんかリクエストしたのかな。すっごく関係ない紹介やストーリーだらけなので、長編を見る覚悟がある方のプレイをおすすめします。お、なるほどね、結構長いんだ。そして女体化およびニョ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 があんの、これニョが含まれてんのなんかやばくない。存在しない人物が含まれております。はい、諸著作などでグダグダです。はい、名前等は作者の想像により考えられております。なるほどね。捏造を含みます。叩かないでください。ネガティブか。結構すぐ心傷ついちゃうのかな。叩かないでくださいね。叩くなら物品。もう誰か分かった。このゲームをリクエストした誰か分かった。はい、分かりました。なんか結構身内ネタっつうか、なんて言うんだろう。なんか他の動画を見てる方にしか分からないようなネタが多分含まれてるかもしれないんで、そういうの分かんない人は多分もう、今からもう、なんかこれからのやつを見ても多分何も面白くないと思うんで、もう、ブラウザバックしていいと思います。なんかそこら辺のアニメ見た方が多分絶対面白いと思うんで。では、以上注意した上で、ノベルゲームを行ってください。了解しました。では、あなたは？いやね。まだゲームを始まる前から選択肢が来るんだ。いいえ、はい。クソが死ねえ、ゴミがする。なんだこれ。なんだこのゲーム。そういえばムカデって可愛いよね。なんだこの選択肢は。まあ、とりあえず、まあ、はいにしたら普通に始まるんだろうね。この左下のクソが死ねえ、ゴミがすにしてみよう。そうですか。そんなに嫌ですか。カメムシ食べるぐらいですか。どういうこと？これやるぐらいなら、ハエと恋人となると、そこまでは言ってないけどね。多分、すっごいネガティブなんだろうね。そうですか。でもね、そんな君も、愛してる。帰れ、もう。なんだろう、ちょっと腹立つな。まあ、お前はこのゲームをと、ゲジゲジだったらどちらを恋人にするって選択肢で、ゲジゲジを選んだ事実は変わらない。だから、お前は、俺の相棒、ゴキブリのゴキプーちゃんと恋人なっとけかす。え？うん。不安。不安でしかない今後が。はい。そういえば、全略シーンをクリアすれば、誰の攻略から始めるか選ぶことができます。え、な、え？だからさ、もうゲーム内容全然わかんないから、もう今後が不安でしかない、本当に。どうするかはあなたの好き勝手です。個人的には、選んだ方が楽だと思います。誰から攻略するか選べますか？え？でも自由にやってみたいよね。普通にちょっと自由に試しにやってみたいから、ちょっと一応いい絵にしとこう。あ？父。お前、早起きろ！うるせえ！黙れこの野郎！これ誰が主人公なの？いつまで寝てん？早起きろ！なんで関西人っぽくなってんの？俺関西人じゃないけどね。うるせえな。でも8時やん、死ぬ。言いそうだね、確かに。なんかこういうこと言いそう。なんか語尾に必ず死ぬとか言いそう。なんか俺だね、やっぱりね。なんかちょっと俺っぽいなと思ったもん今。なんか喋り方っつうか、なんか俺っぽいなと思ったね。これ絶対俺でしょ。だっていや顔が似てるから俺じゃなくて、なんか普通になんか服
ホワイトだから服白くすれば俺じゃないみたいな結構簡単なイメージでしょ。こんなイケメンじゃないけどね。もうそこら辺にいるしょうもない人間よ、私。いやもうこんな綺麗じゃないし、すっごいなんかこういうイメージなのかな俺って。いやこういうイメージでは絶対ないと思うけど、うん、だいたいキモいって言われてるし。あ、今のは喘ぎ声じゃないよ。え、感じた？そう思った？なんかイメージひどいな。なんだかんだ平和な日を送っている俺、白い、あ、やっぱ俺だ。そんな俺も今日は高2の始業式だ。俺高校生の頃こんなんじゃないけどね。ちょっとグレてた時はあったかもしれないけどさ、いやさすがにこんなイケメンではない。こんなにイケメンだったらさすがにめちゃくちゃモテて、いつの間にもう今ゲーム実況者なんてやってない。もう今多分もう結婚してると思う。絶対女いると思う。見ての通りのイケメンさん、なんか勝手に飛ばされたんだけど。イケメンっていう単語言った瞬間に飛ばされるのこのシステム。はい起きろっつってんや。すみませんでした。はぁ、あ、着替えるか、面倒。もうムカつく。なんかいや普通の状態だとこんな喋りがしないよ。あ、今俺が着替えてるシーン妄想しただろ。あらダメな子だな、めーだよ。おい、マナカシラ、このところどころ俺薄くなるのなんな。あ、田中や。着替えてたら外から田中の声が聞こえた。イケメンだな。田中は向かいの家に住んでる同級生で幼馴染。黒歴史が多すぎることで世界で有名。例えばある女子にチリンチリンをパフンパフンにされて興奮していたら教師に見られ退学させられた。ちょっと待って、何言ってるか分かんないんだけど。もう尿検査の前日にしこったせいで引っかかり。なんだろうな、なんだろう、やっぱ大体の実況者ってなんかこうイメージイケメンと思われそうじゃないですか。てか実際思われてると思うんですけど、なんか僕特別ですよね。なんかイケメンだと思われてるのか分かんないけど、ただなんか性格ゴミクズだよね。なんか必ず下の方に行くよね。尿検査の前日にしこたせいで引っかかり、みんなの前で恥をさらし、生まれて初めて公開武士クズの、恥ずかしさを知ったこと。どういうこと、なんてこうやってんの、公開クズすせセックスか、セックスか、はい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 、もうピーしよう。しかし羞恥心というものを知らないので、いずれは収益化向こうになるので、しもらい続ける。収益化向こうなったね、なったね。結構リアルタイムな、結構そういうネタも入ってんだね。うん、まあ高2の俺はそんなことなら、まずゲーム実況者ならんと思ってもなかったからね。うん、その後にちゃんと収益化停止になるってなかなかいないよね。実況者で収益化停止になる実況者って、ちゃんと性的満足なコンテンツで引っかかったからね。鬼野郎早くしろ。はい、わかりました。よし、顔洗ったし、制服は乱れてないし、髪もいつも通りストレート。あ、朝食食べてない、まあいいや。まあ確かに僕あんま癖っ気じゃないんだよね。行ってきまーす。お、いてら。お、田中お前か、イケメンだなお前も。つたらな、裏でめっちゃ女食ってそう。おっす、おら田中、この世界で最も素晴らしき神と呼ばれし男さ、死ね死ね走死ね。読まれてるな、なんかクラス離れたくない、寂しい、きしょ。いやひどくない、いや俺そんな言わないけどね。死にそう。もう友達本当に。でもこういう関係の友人関係が一番いいかもしれないね。結構なんか何でも話せるような。やったー、学校に着いてよ。ただこの二人が一緒に歩いてたら絶対女の子キャーキャーって言うけど、俺そんな顔じゃないからね。10分間何も話してなかったけど、同じクラスになりたいんだよな。全然仲良くねえじゃん。全然仲良くねえじゃん。やっぱりやだ、ド M か心外。俺のキャラどうなってんの、いや俺のイメージどうなってんの本当に。結局俺が2組で田中が3組だと離れた。ああ、嬉しいのか悲しいのかよくわからん。いや嬉しいな、巻き込まれなくて済むわ。2組にいてこれなんか分岐あんだよね。結局なんか攻略がなんちゃらなんちゃらってたけど、あれ矢原、うわ、なんだもう、え、ま、絶対怒られる髪型して、髪色してるね。西洋検査どうなってんの。あ、白井やん、やっほー。てか俺セーブあんのかな。なんか大体これあ、そういうことだ。なんかダブルタップみたいな感じだ。ちょっとセーブしよう。なんかこいつヤンキーやろ。こんな髪色してる高校生あんまいないでしょ。しかも俺ど田舎だから、こんな髪色してたら 100% 怒られて、次の日っていうかその日には髪黒く染めてこいって言われるからね。こいつは矢原どうした、こうな、喋り方どうした、平凡すぎてモテないやつ。いやモテるだろうか、逆にヤンキー好きな女子にモテるでしょ。田中を機に仲良くなった。そしてなんか白井なのに矢原に負けた気がする外見で。確かに。なあ俺の席どこ。は、知らんさ。あそこだ。
矢原が指を指したのは俺の席。すげえ。なんだ、まあな、座るか。なんだこの中身のない会話。あ、誰だあいつ。お、なになに、俺の隣の席は知らない女だった。なんかもう雰囲気から可愛くない。おはよう、俺隣の席になる白井よろ。実際こんな女子に軽々しゃべれないけどね。めっちゃ可愛いやん。うん、バナナを1年間黒くしたような真っ黒な髪の何やその説明ね。それ真っ黒な黒髪の毛でええやん。なんでバナナを黒1年間黒くしたような真っ黒な髪の毛。無理やかんない。もう俺よりなんかすごい独特な感性持ってるね、この作った人。特徴的な女だ。名前なんていうの。え、知らんの。え嘘やろ。うわないわ。いや、もう無理だわ。もう無理だ俺。もう黒っていう単語を見た瞬間ちょっとなんか嫌な予感したけど。私黒川、同じ委員会だったのに知らなかったの。あ、何気に仕事するやつね。いや忘れた、あたり。これはもう誰でしょう。なんだと。まあいや許す、優しいなお前。どうや。何これ、何だこれ。放課後じゃあな、矢原。お、田中とイチャイチャして帰れよ。は、なんだよ小さい手クリクリ、瞳ぎやすい。ちまって、もうなんかいろいろやっぱネタ放り込んでんだね。うん、これいちいち俺が説明しなきゃいけないパターンだよね、これ。こう小さい手クリクリ瞳、しかも優しい笑顔じゃなくて可愛い笑顔にお兄ちゃんだからね。ちょっと間違ってるよこれ。あのショタマッチョの実況のあれですね。はい、あのショタマッチョの実況で見てない人は何のこっちゃ分かんないかもしれない。そういうことです。じゃあうまいし、またな、バイ。レッツゴー3組タナーク。うん、ボフ、ボフィニューセンショームチョンベン、チョンベン、なんだこれは。もうなんか本人が困惑してると思う。わけわからなくなるよ本当に。どうやら誰かとぶつかったようだ。あ、すいません、女の、あ、白井、誰、田中かお前かよ。なんだよ、ちょっと新キャラっぽい雰囲気出して、なんでお前やねん。そんな顔してさ、俺のこと嫌い。うん、どっちかって言ったら嫌いだよ。おえ。なら俺を遅刻して食パンを加えた美少女だと思えば安心だろ。いや、どうやって思うんだよ。今夕方だしお前じゃ無理だわ。ん、待てよ、俺がずっと抱え込んできた願望が相手田中だけど叶えられる時じゃね。いや、安その考え。なんか歌い出したりするのはやめろよ。お前超能力者、あれ田中何してんの、気象。え、気象とかひどい。あ、てか江口に宇佐美じゃん。江口に宇佐美、誰、もう今日仲良くなった江口とその幼馴染勝手に自己紹介するだろ。ふーん、どうすどうも。もうムカつく、マジで。昔の挨拶、昔の動画で必ず言ってた挨拶、ここでなんか放り込むな。どうすどうも江口です。エロなのかな、違うな、多分江口だよね。俺が食べた下痢を品種改良したような髪の毛が特徴的なものだ。全然なんかキャッチーになったね、このイラスト。なんか全然違う、今までと全然違うキャラできたね。この美少女は私の幼馴染の宇佐美。うん、またなんか違う子来たね。よろしくお願いします。おとなしめな子なのかな、メガネが特徴的な女だ。敬語使わなくていいのに。え、でもこの江口ちゃんと俺は幼馴染で、友達じゃないんだよね。今初めて会ったんじゃないの。うん、よろしく江口、よろしく宇佐美。どっちかって言ったら俺は宇佐美ちゃんの方がまあいいかな。うん。江口に挨拶してないけど、俺は、いや、お前じゃなくて江口にも俺挨拶してないけどね。なあ、ゲーセン行っていい？ん？寄り道？そうさ、高2になったんだし寄り道しようぜ。うわ、してたな、俺もゲーセンとか行ってたな。そうだな、行くか。いや、行かね。ちょっと行こっか。ちょっと行きたいね。なんか高校生って寄り道したがるよね。そうだな、制服で出かけることなかったもんな、行こうぜ。なんか制服っていうのがもうなんかアドバンテージみたいなもんね。なんか制服でなんかどっか行くのがなんかもう楽しいみたいなあるよね。ウェーイ。ああ、田中は誰なの？何これ、すっご、ミラーやん、かわいい、何これ、ミライ、ミクル、どっち？それ持ってるぜ、ウサッピーとお話しよう、おしゃべりぬいぐるみ、ウサギのウサッピーだよ、ハートだ。なんか、なんだろう、なんかよくわかんない、俺もなんかちょっと困惑してきたけど、絶対撮ってる、待ってるウサッピー、お前の飼い主は俺になるからな。帰ろう、やっぱウサッピー可愛いな。あれ、
田中に白井、また新キャラ、あ、宇佐美じゃん。宇佐美ゲーセン来るんだ。なんか、え、結構勉強とかずっとしてそうなイメージだったけど、ゲットはなんだしね。え、結構口悪いんだこの子。え、江口ちゃんだね、そういうキャラって。宇佐美ちゃん結構おとなしめかと思ったら、おしとやかな感じかと思ったら全然違うやん。死ねって言うと思わなかった。ごめんなさい、なんでみんなところどころ薄くなんの。結局田中は2600円でウサピを手に入れた。いや高っ。何や、26回もやったのじゃ。100円だよね多分。俺はずっとメダルゲーをしていた。だがアレクシアみたいにうまくいかずに途中で投げ捨て、最後の方は一人でプリクラ撮ってた。まあそうだね、あのアレクシアの実況ね、あのまあコインでなんかねやるゲーム あったもんね。そういうの掘り、なんかやるな、そういうの。他のゲームのネタ挟むなよ。もう俺もわけわかんなくなってきたよ。なんか俺がわかんないような結構昔にやったネタのやつとか結構放り込んできたら俺もうハッてなるからね。さ、サッピーとかもなんか昔やったのかな。俺もう全然覚えてないよ。でもプリクラってこんなにイケメンになるっけ。俺イケメンってことやんね。いや、プリクラ誰でも可愛くかっこよくなれるんだよ。サイ&コー。なんか俺自分だけどさ、この白井、自分だけど正直今死ねって思ってる。あ、ちょうどいい画像がなかったんだよね。だから見せられないんだ、ごめんね。うん、ウサッピーいた。そう言いながらウサッピーのぬいぐるみを抱きしめて歩いてる田中。お前キモいぞ。ウサッピーかわいい。もう帰ろお前。ていうかもう9時なんだな。普段遅めの親どちらか来てたら怒られるぞ俺。普段遅めの親どちらか来てたら怒られるぞ俺。うん、どういうこと。ウサッピーかわいい。お前もう喋ろちゃんとな。もうなんなん、ウサッピーかわいいしか言えない。もういやだよ、一人で帰りたいんだけど、こういうやつと一緒にいるんだったら俺一人で帰りたいけどね。田中はいろんな意味で終わったな。じゃあまたな。今のうちに言っとく。どんまい。想像させないで。え、なにこれ、俺と親が出てくるのもしかして。ただいま。全然似てねえ。ヤクザじゃん、もう。スーツだ。ガチムチじゃん。白井。遅えぞ。いや、父さんなのに俺名字なんだ。すまん、ゲーセン行ってた。何それ、めっちゃおはるじゃん。ほらじゃんわ。待って、イメージひどくない。ちょっと母さんは帰ってる。めっちゃ美人。最近あつ森ばっかやってた。俺のスイッチであつ森めちゃくちゃやってる俺の母さん、こんなんじゃない。なんで白衣着てんの。あれ帰ってきたの。あ、母さんすまん。もうどこ行ってたの、心配してたのよ。母さん、許しちゃってくれ。ゲーセンに行ってたそうだからな。あ、そうなの。なんだ、でも9時まで遊んでて怒られるくない。普通俺も怒られてたけどね。怒って悪かったわね白井。いや、電気つけろよ。なんで電気消してんの。俺の父さんと母さん、うちの父さんは正義感が強すぎることをゆりに警察2丁目、俺らは正義のためにという個人営業の社長。は、それ会社名なの。個人営業なんだ。しかも秋田から父さんが走って10分で着く東京の歌舞伎町1丁目やらに行っては、見た目が怖くてヤクザっぽい人にデコピンや髪バシャバシャをする即死式。ちょっと待ってね、な、情報量多いんだよね。情報量多くてもう自分で喋ってても俺何言ってんのってなるし、実際この文章何言ってんのか分かんないじゃないですか。何、ヤクザっぽい人にデコピンや髪バシャバシャをする組織。それで会社成り立ってんの。収入割が高っ。月収50万、年収600万。割と高いよ、これ。割とってかめっちゃ高いよ。うちのお母さんは普段看護師長をしてる。看護師長してねえ。お姉ちゃん、かわいい？かわいい？こんなお姉ちゃんだったら、めっちゃ優しくするけど。おい、姉を忘れるな。いや、もうゴミクスだよ、俺の姉ちゃん。え？こんなお姉ちゃんだったら、ちょっと、惚れるよ。すまん、完全に忘れてた。この父さんで、まあ、お母さんの遺伝子を受け継いでこんな可愛くなったのかな。父さんの受け継がなくてよかったの遺伝子。この世から消えろ。毒舌野郎の姉は徒歩7分のハーバード大学にめっちゃ頭いい。いや、めちゃくちゃアホだよ俺の姉ちゃんも。俺もアホだけどね。まあ、そろそろ時間なし、着替えてらっしゃい。あの、俺もよくバカとかなんか漢字読めないとかめちゃくちゃ言われてるんですけど、俺の姉ちゃんの方アホですからね。おう、うん、なんかもうみんな集まりやってて、もう俺なんか、うん、なんか楽しそうだなって思ってるけど、やっぱぽいいっす。昨日ゲーセンで撮ったウサッピーと一緒に寝たらさ、お前めちゃくちゃウサッピー好きじゃん。え、お前一緒に寝たの決まってんだろ。あ、うん。で、一緒に寝たら俺の寝相が悪すぎてバラバラのぐちゃぐちゃになった。なんかあの、こいつなんなん、これ誰なのか分かんないけど、こいつ
一番キャラ濃くね。どっちか、俺よりキャラ濃かったらもう俺立場ないやん。お前バカだろ。俺がすごいツッコミ役になってんのすごいね。少しは自分の寝相の悪さ実感しろよ。てかぐちゃぐちゃになるのどういう寝方したお前。あ、俺寝相はいいぞ。いや悪いだろ。いや寝相良かったらぐちゃぐちゃにしてたらそれもう自分の意思でやってんじゃん。毎朝ベッドが玄関に移動してるくせにそれ寝相が悪いとかどういうこと。でもそれもう無遊病だよね。無遊病だよ。危ないよ。それとこれとは関係ない。あのちょっと小話すると、僕あの結構ちっちゃい頃にですね、あのお父さんがこう寝てるじゃないですか。お父さん結構あの寝相つか寝言がひどくて体が動くタイプの寝言言うんですよ。もうすごいなんかうるせってって言いながらあのテーブルを蹴られた時、あの俺今日殺されんのかなと思ったことがありますね。寝言で絶対絶対悪いもん、そういうネタやめろ。絶対絶対そうだ、お前誰だ。もうまあまあ誰なんだ田中。絶対絶対もういいってそれ、いつまで続くん。早く学校行けよ。はい、もう客観視すれば俺ってキモいんだろうね多分。よろしい、じゃあまたな。おい白井、グッドモーニング。あ、いた白井。なんか用か。去年1年間ずっと同じ委員会だったやん。おお、あの委員会楽らしい。また一緒にやろう。うん、真面目そうだけど全然真面目で。やらないよ俺こいつと関わりたくないな。黒って名前の人でやだな。やりなさい。やだよ。やです。やりなさい。いや、やだよ。やです。やだって。もういいって。やってやる。やるんかい結局。わーい。顔は可愛いんだけどね。多分女体、そういうことか。こうして二人は同じ図書院になった。なんで理科室？昼休み。いつものように白井は理科室で一人だ。なんで？なんで？なんで俺理科室？俺友達いないの？いや、俺高校の頃結構友達いたよ。いや、いたよ。今でこそ全然連絡取んないけどさ、いたよ。まだ理科室で飯なんて食ってないよ。さて、ママが作ってくれた弁当食べようかな。なんで理科室なんだよ。今日の弁当は何これ。だよねこれゆで卵、すっごい豪華。これで4個も卵入ってる。すっごこんなにたかが俺の弁当に卵4個も入った使っていいのか。いや、もう手抜きの女にもそれ以外何もないやん。なにこれ、え、これ何、生卵なのもしかして。いや、せっかくママが作ってくれたんだから無駄にしちゃいけない。そのトレイが入ってるってことは、まんま多分生卵なんだろうね。我こそは白井ホワイト、卵に裏切られない男の子だ。男、え、さあ、あがめまつれ、今こそ俺が覚醒の時。あ、今この卵に込められた闇の封印が解かれようとしている。さあ、俺の胸に飛び込め。俺は卵のために俺を犠牲するする。うん、でも俺のイメージってこんなんなの。俺中二病じゃなかったけどね。あ、宇佐美来た。この子最初絶対優しい子だと思ったら、多分絶対裏で人の悪口ってそう。もう今そういう印象だもん。ごめんなさい見られてる。いや、いいんだ。うん、気まずいね。お母さん料理上手だね。そうだろ、卵焼くことが最高や。これ料理って言わないから。お前の弁当はこれ。なんで寿司。金持ちだな。え、カクカクチカチカいろいろ話した。てか、え、もしかしたらうさみちゃんも理科室で飯食おうとしたの。どっちも友達いねえんだったらもううさみちゃんの友達なろ。いいやん、別に性格悪くても可愛いし。なんでここにいたの。飯食べに。田中と食べないの。あいつを他の友達と食べとる。あ、そっか、別のクラスだもんね。かわいそうに。そっか、俺田中以外友達いないんだ。おや、お前こそなんでここに。死ね。チキンプンケーキプン。なんもうこれ。とりあえず気になんな。死ねが、死ねが気になんな。死ねにしてみよう。うわ、シンプルに惹かれた。なんで。とりあえず私は帰るね。用も済ましたし。うわ、セーブしとけばよかった。オッケー、またな。ただ俺の直感で行こう。俺が主人公だし。うん、なんかごめん、なんかノリよく言ってくれるのかと思ったらそこまで仲良くなかったんだね。まだな。矢原全然出てこなかったけどやっと出てきた。スケジュール確認しとけよ。明日遊ぼうと誘われたけどめんどくさい。うわ、わかるわ。え、
どこまで俺を把握してんの、この作った人。もう俺もそうだもん。もうあの高校の、中学校高校の頃とか、あのなんか土曜日遊ぼうぜって言われて、その結構なんか水曜日とかに遊びに誘われるんだよ。土曜日に遊びに誘われるんだけど、でもなんか結構金曜日ぐらいになってくるとめちゃくちゃめんどくさくてよく断ってた。俺は一人家でゲームしたい派なんだよな。わかる、わかる。そうなんだよな。出てきたこいつ。ほんとキャラ濃いな。はとうとう素を何 あらわに出し、なんて読むんだろうこれ。ちょっと待って、とうとう素を明らかに出し始めたかなのかな。俺なモテるかもしれねえわ。まあ見た目だけはいいもんね。見た目だけは、性格はクソだけどね。やば、マジでもう俺が引いてるってことはお前ほんとやばいよ。おい、隣にいる俺の身になってみるよ。死ねえよ。お前友達いないだろ。これは薬やったも同然だ。てか、なんでお前がモテるんだよ、こんなお前が。宇佐美と江口と黒川から結構話しかけられるんだぜ。よ、俺もだよ。じゃあ俺宇佐美と飯食ったよ。俺ゆで卵か生卵か知らんけど、あいつ寿司食ってたよ。で、黒川はあいつは嫌だよ。それだけで。バカかよ。まあよく言える消しゴム拾ってもらっただけで好きになるやつかよ。ちょっとキュンってくるよね。でもおい、このモテ声は舐めるんじゃねえぞ。どれだけ女子に話しかけられると思ってる。今日一日で3回だぞ。はい、かわいそうに。うん、俺も結構話してた方だけどね。3回はないよさすがに。お前それでモテてるって感じがしたら、お前ほんと多分やばい。高校やめろ。どうだこのモテ具合よ。お前も俺に惚れただろ。お前なんでその顔いいのに性格ごちゃごちゃなっちゃったの。はいはい、そうだね、すっごーい。ありがとうね。キラになれないな。でもうん、あ、で何の話してるの。お前白生地中にやけてんじゃねえよ。は、お前きっしょ、白井の LINE 持ってんの。お前全然なんかもう俺の方に言ってんだよ多分。他の3人はお前中継役になってるだけじゃん。田中、現実見ろ。このゲームで俺の方がイケメンなんだよ。いやでも、いや田中の方イケメンかもしれないな。背高いし。あ、言われてみれば。今気づいたの。俺もでも170、俺180ぐらいあるけど田中の方がでかいんだよね。今気づいたの。見た目的に185ぐらいあるよね。でかお前。ってことは俺よりお前の方がモテるってこと。でもさ、背高いだけじゃモテたりしないけどね。知らないけど優しい白井様だからモテるんじゃねえの。顔がそこそこで背が高かったらモテるんだよ。顔が普通ぐらいだったら背高くてもモテないからね。なんで俺優しいのにモテんの。俺ほどの優しい人が他にごく稀だからだと思う。俺優しいと思うけど。いやお前優しいけどそれ以上にやべえんだよ。あ、白井。あ、江口やん。宇佐美から話あるって聞いてた。なんそれ覚えてない。は、あれさ、白井って田中といて嫌じゃないの。もうなんかさ、この子さ別に可愛くないわけじゃないんだけど、なんかプレ2ぐらいのグラフィックで、なんかあんまりなんかすごい、もう髪の毛もなんかあのね、ノリで固めたみたいになってるからさ、あんまなんかタイプじゃないな。ひどくね。うん、ぶっちゃけ。おい、あと LINE 持ってる。持ってるけど。おなら交換しよう。あ、おならじゃない。おなら交換しろよ。話すことないけど。いや、いや、いっす。ありがとう、やってくれるのね。じゃあ ID はなんで。エグ、おっぱいね。あ、わかった。あ、今気づいた。お前あいつか。お前がそうだ、エグチ。そうだね、エグって単語入ってるもんね。全然気づかなかった。うん、まあブロックするんだけどね。うん、お前ら死ね。明日来いよ。行かねえよ。死ね。は、死ねえよ。ちょっと結構キレてるこいつ。結局次の日田中は家に来なかった。眠い、だるい、めんどくさい。さすがにさ、傷つけよ田中も。俺に朝などね、俺にあるのは昼と夜のみだ。何言ってるの。本当何言ってんの。俺の席、俺の席、俺の愛する俺の席。俺のキャラ一番意味わかんなくない。うん、何これ。お中元。裏に何かある。何、ほわわわわわわ。そう、お中元の箱の裏には、放課後あそこに来い、
来なければ殺すと記してあったのだ。なんでお中元で、あそこというのはもしかして、何、屋上図書室校舎裏グラウンド、校舎裏じゃない、ヤンキーなんじゃないの。ちょっと校舎裏気になるから。そうだな、ここしかありえない、放課後行かなければ。おう、あと出てないやつって言えばあいつしかいないぞ。ついたついた、校舎でかいと校舎裏来にくいのが難点だな。いっけ、何、なんか音がしたぞ、どこだ。なんだよお前、なんヤンキーだ。うわ、これチャラい系ヤンキー一番無理なんだって俺。ほらほら、どうだこの技術は。や、何こいつ、お前のも見せてくれよ。左誰、左気づかなかった、薄くて全然右しか、右に集中して左全然気づかなかった。イケメンかっこ俺並み、誰、学校でワンパンマンごっこやるなって言ってるだろ。疲れるな、ワンパンマンごっこ楽しいだろ、やれよ。ワンパンマンごっこ一瞬で終わるやんじゃん。だって連続普通のパンチとか出さないでしょ絶対。敷地外でだったらたくさんやってる、やるから。たく生きり1秒まで、タバコ吸ってる、うわうわ、チクロチクロ、ちょチビ、いつの間にタバコ吸ってたの。タバコ吸うんだ、こっちの勝手だろ。タバコ吸うんだって名前なのラーメンになったよこいつ。母さんにバレたらどうすんだよ、殺されるぞ。うん、名前が意味わかんなくなってきて、もうツッコミどころありすぎて、もうどこツッコめるかわかんないもん俺。何も知らん、つけやめろって名前でふざけんなよ、もうよだれ出るだろう。はあ、うるさいな家の庭でワンパンマンごっこやったら座すたる。いや、お前タバコ吸うの、嫌に思ったな。お前兄ちゃんだったの、兄なの言うなって誰あれ、仲良しかよ仲良しだな本当に。あんな姉、あれお兄ちゃんじゃなくてお姉ちゃん、待って、あんな姉、うん、まあ、あ、うん、まあそういうことにしとこう。いや、ワンパンマンごっこさせられるからいいや、今日は帰ろう。何のイベントだったの、白井いない、探したのに読んでないのかな。違うんだ、呼ばれず、違う、今、あいつキモ、終わり。ノーマルエンドさん、あなたもワンパンマンごっこやってみなさい。やんねえよ、誰がやるか、なんだこれ。ここまで戻ってきたんですけど、ここで多分エンディング全部見れるのかな。屋上、こう、図書室、グラウンド、屋上は屋上、女の子いそうじゃない。そうだな、ここしかありえない、放課後行かなければ。てか、あの恋愛的要素どこにあんのこのゲームに誰が来るのかもわからない、ここでいいのかもわからない。確かにね、だがこれだけは感じるんだ、今の学生時期には、学生時期に必需なのは、そう、青春、告白といえば青春、青春といえば屋上、こうなったらここ来るしかねえだろう。まあ言うて現実の高校だったら屋上にすら行けない高校いっぱいあるけどね。まだ来ないから俺の青春話でも語ろっかな。やめて、もうどれだけ待たせるんだよ、シャイだな。もうめちゃくちゃ夜や、もう先生に見つかって怒られるやつだよもうそれ。じゃあもう次の日なってる、シャイすぎるな、もう悲しいよ俺だよこれ、あれから24時間お前まだこんなに待たしちゃって、お前誰だよ俺。次のニュースです。私立高校の屋上にて20年前に行方不明になっていた男子高校生が無事発見されました20年も待ってた名前は白井ホワイトポトフさんです。うん、結構外人っぽい名前したんだね俺ね。やめろお前、もうふざけんな。なお当時の年齢は16歳でしたが、あれから20年だったので36歳となっております。悲しい、絵もせず干からびもせずに20年間生き延びた白井さんはギネス記録、世界記録登録となりました。イエーイ、すげえこいつ、20年間以上生き延びれば俺もギネス取れるのか。うん、母さん今から高校行ってくる。こいつあれから20年あそこにいたのね。まったく姉に心配欠かせお前は結婚してる、おのれちゃん結婚して子供産んでる、毒舌でも多分優しいはず。俺に、俺のエンドって
もしかして全部こういう系？図書室に行きましょう。そうだな、ここしかありえない。放課後行かなければ。誰かいるだろ、さすがに。宇佐美じゃない？あの中堅の国主は告白したいんだと思う。裏に書いてあったあの達筆な字、お中元の裏に殺害予告を書くという恋は告白と取られるのが今年の大流行。そうなの？あ、そうなんだ。そう、誰かは俺に告白するつもりなのだ。そして俺は図書委員、誘ってくれたあの日から俺たちは図書委員に任命されたのだ。え、あいつ告白するならば流れ的に図書室となるだろう。夕日に照らされた図書室で二人きりとなるのだ。告白の流れに決まってるのだろう。ここを選んでくれた君に感謝するよ。俺の青春を大きく変えてくれてありがとう。これから俺はリア充となる。来た。お、可愛いぞ。普通に可愛いぞ。放課後の常時活動めんどくさいな。あれ、白井？うん。え、長谷部？どうしたの？誰？こいつは長谷部、隣のクラスの図書委員。下の名前は確かエリコだったっけ？うん、長谷部エリコ。そうか、呼んだのはこいつなのか。いや、ちょっと待て、勘違いすんなよ。思えばこいつは達筆だ。流行には遅れてはないし。うん、いいよ。え、お前が委員会の時に俺を見ていたのは知ってる。ちょっと、めっちゃ恥ずかしい。これ俺なんだよな。赤面症でもないのに顔赤くしてさ。うん、分かってたよ。あの、え、そんな行動して俺が気にならないわけがないさ。呼んでくれてありがとう。付き合おう。私、呼んでな。方向同じだよね。一緒に帰ろっか。え、だから、もうやめて！もうやめて、もう俺悲しい！すっげえ悲しい！もう、俺が勘違いしてんの、俺が気づいてんのに、このゲームの中の俺気づいてないの、すっげえ悲しいから、やめて！白井は誰かと間違えてるのかな？今流行りのお中元の裏の殺害予告という名の告白をされたのかな？いいじゃん、付き合え、俺と。そうか。今私は白井と付き合うか付き合わないかを判断されてるんだ。見た目だけはいいじゃん、ゲームの中の俺。私は今フリーなのだからどっちでもいいのだ。いいじゃん、じゃあ。それなら私は？どうした？うん。一緒、おえはい、俺はカバンからつけてくれ、これ待っててね。うん。白井、こっち見てるとか顔赤いとか勘違いしてたし、白井が本当にいいのかは、何これ、無難だけど、私は白井でもいいし、でも初彼の出会い方がこれとか何回だな。まあいいでしょう。あ、まだ付き合ったことないの？江口よりはいいしね。ん？待って。待ってよ。え、江口よりはいい。あいつ、一応男っていうカテゴリーなの？なんか優しいカップになりそうだよね。多分俺すぐ振られそうだよね。うん、わかるよ俺。俺多分すぐ振られるよ。うん。泣きそうなんだけど。さあ今回最後の選択肢グラウンドといきましょう。他にも多分ベストエンディングとか、なんか多分誰かとイチャイチャできるエンディングがあるかもしれないけど、この動画では今回はラストでいこう。グラウンドだ、行こう。さっきからめちゃくちゃお腹鳴ってる。そうだな、ここしかありえない。放課後行かなければ。グラウンドね、結構何、ほんと青春的な告白するの。お前がなんでここを選んだかは知らないが、ここには深い意味があるんだろ。行ってみな。うん、よくわかるよ、眠いからなんだね。これを作ってる作者が実際眠いから映ったんですね。眠いのかよ。ドンマイとしか言えないね、ドンマイ。白井、誰だ。ええ、白井、来てくれたんだな、よくわかったな。お前なんで校長なん。台所にお中元あったから殺害よく書いて机に入れただけさ。いや、校長がって何の用ですか。今日はいつもみたいなのじゃないぞ。え、今日という今日は、もしかしてあのことがバレて。何。そう、お前は許されないことをして、俺のお気に入りのお皿キティちゃん皿に指紋をつけやがった。やっぱりバレてた。死ねー、ギャないこれ。